アレクサンドロスが10月26日および27日の2日間、神奈川、相模原ギオンフィールドにて、自身主催野外フェス、アレクサンドロスプレゼンツディスフェス24 in 相模原を開催することは、基本の通り。この度、全出演アーティストが発表となった。最終発表された出演者は、全4組。10月26日版サイヤ、US が出演するほか、10月27日に、マイ・ウィズ・ア・ミッション、ワニマ、レイオン・リミテッド・サザビーズが出演する。これにて各便7組ずつ、延べ14組、アレクサンドロスは、両日出演が決定した形だ。チケットのオフィシャル3時抽選受付は7月15日23時59分まで。アレクサンドロスが結成当初から行ってきたライブイベントがディスサマーフェスティバル、通称ディスフェスだ。デビュー15周年を迎えた記念すべき2024年は野外フェスとしてキャリア最大級の規模にて川上洋平、舞踊、G と白井真希、G の出身地である神奈川県相模原市で開催される。同フェスには1日あたり約2万人の動員が見込まれる。野外主催フェス、アレクサンドロスプレゼンツディスフェス24 in 相模原10月26日土曜日神奈川、相模原ギオンフィールド10月27日日曜日神奈川、相模原ギオンフィールドオープン9時、スタート11時、終演20時30分予定。出演者10月26日土曜日、アレクサンドロス、グレー、ゴー、ゴー、バニラズ、マキシマムザホルモン、ピープル1、ソーシーゴッグ、バンサイヤ、US 10月27日日曜日、アレクサンドロス、マイ・ウィズ・ア・ミッション、クロイ、スミカ、バニマ、バーツ、レイオン・リミテッド・サザビーズ。チケット一般、2日、投資券23,800円、税込み1日券12,800円、税込み中高生割引、投資券18,000円、税込み1日券9,800円、税込み小学生以下は保護者同伴に限り無料。オフィシャル3時抽選受付、受付期間7月5日金曜日18時、7月15日ダッツスク23時59分。オフィシャル4時抽選受付、受付期間7月19日金曜日18時、7月29日月曜日23時59分に https://eplus.jp/thisfes24/主催/disfest24in 相模原実行委員会株式会社ゆうこくむ RX レコーズ相模原市スポーツ協会グループライブマスターズ株式会社公演相模原市セブンティースアニバーサリー相模原シティ協力ユニバーサルミュージック合同会社企画株式会社ユークプム制作ライブマスターズ株式会社運営株式会社ディスクガレージ相模大野駅列車接近メロディー1開始予定日2024年9月2日月曜日始発から2放送時間始発から終電まで列車接近時の自動音声放送3導入駅小田急線相模大野駅所在地神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 1日平均乗降人数11,249人2022年度実績4使用曲渡り鳥列車接近メロディバージョン上り線と下り線で異なるフレーズを使用します。アレクサンドロスと相模大野ボーカル&ギターの川上洋平、ギターの白井真希が相模原市出身。2023年1月、相模女子大学グリーンホール、相模原市南区相模大野でメンバー初となる地元ライブを全国ツアーの一環として開催。公演中、渡り鳥の列車接近メロディバージョンを即興で披露。大勢のファンから拍手と大歓声が上がる。列車接近メロディへの渡り鳥の導入は、SNS でも期待する声が多く投稿され、小田急線渡り鳥が一時トレンドの上位に。地元からも期待が高まる中、相模原市、
小田急電鉄株式会社、株式会社、UKPM 及びユニバーサルミュージック合同会社の4社による、官民連携の取り組みとして、小田急線相模大野駅の列車接近メロディに、渡り鳥の導入を決定。